うもゆうじです。ということで本日はですね、ケースフィニットから新しく発売されたこのバックパックを紹介していきます。でケースフィニットに関してはスマホケースがね結構有名かなとは思うんですけど、今回紹介するこのバックパックに関してはそのケースフィニットの中のなんか別のラインですね、このエルゴフィニットっていうラインがね別で展開してるんですけど、このエルゴフィニットの中では他にねワークチェアっていうのも出てまして、その中で今回はねこのバックパックが初めて登場するっていうことで、まあどういったバックパックになってるのかっていうのをねちょっと見ていこうかなと思います。はい、こちらがですね本日紹介するザ東京テックパックっていうねバックパックになってます。こちらのバックパックのサイズ感に関しては高さが約41センチで、こちらの幅が約30センチで、ここの奥行きに関しては約15センチとなってます。でこちら本体の重さは約1キロとなってます。で容量的には14リットルっていうことで、背負った時の見え方サイズ感に関してはこんな感じなんですけど、こちらのモデルがですね176センチ、体重約65キロで、まあ体型的には標準体型かなっていう感じなんですけど、こちらのモデルが背負うとこういった感じになってます。まあサイズ感に関しては見た通りねかなりコンパクトで、デザイン的にもねロゴとかは一切ない、かなりミニマムなデザインになってるので、まあこういったジャケットスタイルとかもしくはスーツとか、あとはきれいめなコーディネートとかにね結構ハマりやすいデザインとサイズ感かなとは思います。で収納スペースとか一通り全部お見せしていくんですけど、細かいスペースが結構あるのでちょっとね駆け足気味に全部紹介していきます。はい、じゃあまず外観の方から紹介していきます。こちらのバックパックに使われている生地に関してはコーデュラ製の1680デニールのバリスティックナイロンというのが使われてます。まあ、かなり強度が高くて傷とか摩擦とかに強い生地になってます。まあ、見た感じの質感とか触った感じの手触りとかもねかなり高級感あって、僕はね結構好きな生地ではあります。でこちらのバッグにはトップとこのサイドにも取って持ち手がついているので、こういったね持ち方することができます。でこのバッグの背中に当たる部分に関しては今ねこういった感じでショルダーハーネス収納してたんですけど、ここにですねスーツケースの取っ手とかに通せるベルトっていうのがありまして、この部分にショルダーハーネスをこういった感じで収納することができるので、この横持ちした時にショルダーハーネスがねばらつかないっていうのはね結構いいかなと思います。こういった感じで綺麗にまとめて持ち運ぶことができるので、まあこうやってまとめれるんで、こういった部分もスーツとかジャケット着てる時に結構スタイリッシュに見えるんじゃないかなと思います。でこちら背中に当たる部分とショルダーハーネスの裏側の部分はメッシュ仕様になっててクッションが入ってまして、まあ結構しっかりしたクッションが入ってる印象はあります。でショルダーハーネスの背負った時の左側に当たる部分に、この部分にアクセサリーを引っ掛けておけれる D リングがついてるので、まあ鍵とかイヤホンのケースとかねここにカナビラで引っ付けておけれるようになってます。でこちらショルダーストラップも付属しております。でこちらバックルの部分はマグネット式になってるので簡単に着脱ができるようになってます。でこのショルダーストラップ自体は取り外し可能になってるので、不要な場合は取り外すこともできます。でショルダーハーネスの左右のこの部分に小さな収納スペースがあるんですけど、一応公式ではここにねカード類とか収納しておけるようなスペースとして紹介されてるんですけど、まあここの収納部分なんですけど、他のブランドもそうなんですけど、ここに IC カードとかクレジットカード入れることってありますかね。なんかカード類とかをここにわざわざ収納してる人っているんですかね。まあ特に今の時代スマホとかスマートウォッチとかでねスムーシーっていうところっていう素朴な疑問なんですけど、まあないよりあった方が便利なことは便利なんで、一応ここに収納スペースがあります。でストラップの長さはここで調節することが可能で、ここにはまとめておけるようなバンドがついてます。で背中の部分左右の上の方ですね、こことここに、両側にジップがついてるんで、ここも収納スペースになってます。でここの収納スペースには背負った時の左側の部分にはこういったストラップが付属してまして、先端はこんな感じになってるんで、まあ鍵とかをつけておくようかなとは思います。こういったものが付属してます。でまあここスペース的にはまあスマホとか、あとはまあ財布とか入れておくのにも最適なスペースかなとは思います。左右にこういった感じのスペースがあります。で今度大きい収納スペース見ていくんですけど、ここ2つありまして、背中側に近い方から、見ていこうかなと思います。ここ背中側に近いところのジップは約まあ半分ぐらいまで開くようになってまして、開けていくとこういった感じになるんですけど、ここは主にまあパソコンとか入れておくような収納スペースになってまして、結構狭いスペースになってるんで、あんまりガッと開くような感じではないかなと個人的には思います。で中を見せ
していくんですけど、 PC スリーブに関しては最大で約16インチのサイズが入るスペースになってます。ここ PC 入れた時にバックの底面までつかないような設計になってるんで、まあ衝撃性にも強いかなと思います。でその手前に関してはタブレット用のスリーブになってまして、ここは最大で11インチのタブレットが入るようになってます。で今度向かって反対側にも収納スペースがありまして、こちら小分け用のスペースが4つありまして、真ん中にはペンホルダーが付いているといった感じになってます。ここの4つのスペースに関しては手前側はメッシュ仕様になってます。奥側はメッシュではない仕様になってます。続いてもう一つの大きい収納スペースを見ていきます。ここのジップはまあ3分の2ぐらいは、開くかなっていった感じになってます。で開けていくとこんな感じになってます。まして左上の方にはこういったねバックルがついてて、これがねマグネット式で取り外し可能になってるんですけど、先端はこんな感じになってるんで、まあアクセサリーですね、鍵とかつけておけるようになってます。で根元の部分もこういった感じになってるんで、一応取り外すことは可能になってます。でその上の方にジップありまして、開けていくとこうなってて、こちら向かって左上のとこにこういったね小さいポケットがあるんですけど、ここは紛失防止タグですね、まあエアタグとかを収納しておくスペースみたいです。他は割と広めのスペースになってます。でその手前にはメッシュ仕様の2つの収納スペースがあります。でさらにその下側にはジップがあって、ここもスペースが1つあります。でこのスペースの向かって左下ですね、ここにはボトルホルダーがついてます。ここ結構タイトな作りになってるんで、あんまり大きいボトルとか、まあ、ペットボトルはちょっと収納厳しいかもしれません。この開けた反対側のこっちの部分には特に収納スペースはない作りになってます。で収納部分あと一つありまして、このバッグの底面にここに一つ収納スペースがあるんですけど、ここ開けていくとこんな感じの作りになってまして、ここはですね一つ独立した収納スペースになってます。メインの部分と干渉しないようになってまして、こちら内側の素材が防水仕様になってるので、まあ、濡れた折りたたみ傘とか収納しておくスペースになってるみたいです。ただここに収納できる傘のサイズ的にはだいたい28から9センチぐらいがギリギリかなと思います。かなりコンパクトめな折りたたみ傘じゃないと収納は厳しいかなと思います。まあここ内側が防水仕様になってて独立してるスペースになるんで、まあここにボトルとか入れても僕はいいかなと思います。このメインのボトルホルダーの部分が結構タイトめな作りになってるんで、そこにね収納できないボトルとかペットボトルはここに入れてしまっても個人的にはいいのかなと思います。でここの底面の部分の収納スペースなんですけど、ここに何か物を入れた時ですね、折りたたみ傘とかボトルとか入れた時なんですけど、ちょっとね僕の手持ちの折りたたみ傘がね入らないんで、まあ、このメインの部分にこういったねポーチとかなんか物を入れてたとして、この底面の部分に傘とかボトルとか入れた場合、この底をねちょっと押し上げる形になってしまうので、場合によってはこのメインのスペースをちょっとね圧迫してしまうかもしれません。まあ、このメインの部分にパンパンに物収納してる場合はちょっとねこの底面の部分に傘とかボトルとか入れる場合はちょっと注意が必要かなと思います。でこのバッグ自立するかどうかなんですけど、今ガジェットポーチだけ入れた状態でちょっとね試してみるんですけど、まあこんな感じなんで自立はしないと思ってもらってた方がいいかなと思います。まあ、中に入れてるものの具合によってはね自立する場合もあるかもしれないんですけど、このポーチを抜いて、何も入ってない状態だと、まあ、これでも変わらないですね、なので、まあ、自立しないと思ってもらってた方がいいかなと思います。でこちらバッグの外側の部分のジップですね、全て止水仕様になってます。ジップは YKK のジップが使われてます。はい、まあ、収納スペースはねそんな感じなんですけど、まあ見た通りかなりコンパクトで薄型のバックパックになってるんで、なんか厚みのあるものをどんどん入れていくっていうよりかは、まあ、収納スペースがかなり細かくあるので、ガバッと物をねガサツに入れていくよりかは、各収納スペースにあらかじめ収納するものを決めておいて、まあ、使っていくのがいいんじゃないかなと思います。あとはこのサイズ感とミニマムなデザインなんですけど、これに関してはね男性はもちろんなんですけど、女性もねかなり使
使いやすいサイズ感かなと思います。まあデザイン的にはこのスクエア型でロゴとかがね一切ないシンプルなミニマムなデザインなんで、まあその辺をね考慮してもオフィスカジュアル的な用途で使うのが個人的にはいいかなと思います。まあもちろん日常的にね使うことはできるんですけど、その中でも合わせるとしたら結構綺麗めな服装の方が僕は合うかなと思います。まあこれから春先ですね、パーカーとかスウェットとかに合わせるよりかは、まあシャツとかジャケットセットアップとかそういったねちょっと綺麗めな格好の方が個人的には合わせやすいのかなとは思います。で使っててなんか気になるところっていうのは基本的にないんですけど、まああえて上げていくとすれば、まずこのトップハンドルの部分、ここの持ち手の部分が結構短くて、この穴のところがタイトなんで手の大きさによってはちょっと持ちづらい人はねもしかしたらいるかもしれないです。まあ僕の手でもねこの手のひらをこう全部入れてこうがっちり持つのはねなかなかスッとできないんで、基本的にこの指で引っ掛けてこう持つことになるかなと思います。なのでまあ場合によってはちょっとねもしかしたら気になる人はいるかもしれないかなと思います。であとは収納スペースでいうとこのバッグ底面のこの部分のスペースですね、この折りたたみ傘が入れれるような防水仕様の収納スペースなんですけど、まあ、ここはねなんか一つちょっと気をてらったというか、あそういったものつけてくれたんやみたいな感じでね、結構まあ特徴的な部分ではあるかなと思うんですけど、まあ、ここに収納できる折りたたみ傘のサイズっていうのが結構ね限られてくるんで、ここに収納できるサイズの折りたたみ傘がない場合は、まあ、それに合うサイズを買わないと、まあ、ここをねうまく活用できないっていうのが一つ、まあ、あるのかなと思います。まあ、僕はまあボトル入れたりして使っていこうかなとは思ってるんですけど、まあ、これに関してはねこの全体的なバッグのサイズ感、コンパクトさ、ミニマムさを考えてのここの収納部分になってると思うので、まあ言ってる通り折りたたみ傘だけじゃなくてもねボトルとかその他別に細かいものね収納できたりするんで、ここはまあ使う人次第かなとは思います。で収納系で言うとここ開けていった時の収納スペースなんですけど、この開けた時のこっち側、ここにもなんか一つ収納スペースあってもよかったかなとは個人的に思ったりします。まあこの上の部分にちょっとジップ付きでちょっと浅めのスペースとかあると、まあ僕は嬉しかったかなとは思います。他にねいろいろ細々したスペースがあるので、まあ、ここだけ何もないのはちょっとなみたいな個人的には思ったりしてますね。まあこれに関しては全体的なデザインとかっていう面もね考えてのここは何もなしだったとは思うんですけど、まあ、ちょっとしたここにね上の方に浅めのポケットとかあれば嬉しい人はね結構いるんじゃないかなと思います。はい、まあそんなところですかね。まあ今言ったのもねあえて言ったみたいな感じなんで特別気にすることはないかなと思います。かなりね全体的に完成されたバックパックかなと僕は思います。でこちらのザ東京テックパックの値段に関してなんですけど、こちら公式サイトで撮影日の段階の値段がですね税込みで24,999円となってます。こちらですね撮影日の段階で注文してから出荷までは約 2,3 週間程度かかるみたいなので、まあ欲しいなと思ってる人は早めに注文しておくのがいいかなと思います。まあこれから新年度新生活が始まる、もしくはね始まってる人もねいるかなとは思うんですけど、なんか新しいバックパック欲しいなと思ってる人で、まあこのコンパクトなサイズ感と、あとはねロゴとかが一切ないめちゃくちゃミニマムなデザインっていうのはなかなか他では見ないかなと思うので、こういったバックパックね探してた人はねいるかなとは思うので、そういった人にはねめちゃくちゃ刺さるバックパックかなと思います。まあかなり注目度が高くてこれからもね人気がねかなり出てきそうなバックパックで、まあ繰り返しになるんですけど欲しい人は早めに注文しておくのがいいかなと思います。はい、ということで本日はこのエルゴフィニットのザ東京テックパックっていうねバックパックを紹介していきました。こちらの公式サイトとか製品ページに関しては概要欄の方にリンク貼ってるので、気になった人はねそちらからチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上になります。今回の動画良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。